アーノルドその体一体何があったんだ、うん、こちらはアーノルド、うん、早く服を着ろってそんなたるんだ体誰も見たくないから <laughs> シュワルツネッガと比べてどうするんだよ共通点なんて君の名前ぐらいなもんだ、うん、悔しかったらちゃんと体を鍛えてごらんよ、うん、食事だって変えなきゃいけないんだよ <laughs> えちゃんと考えがあるって おいおい、ちょっと待って、ステロイドかいそれは違法だよ、それに、とにかくそれは違法だ筋肉はタンパク質の化合物でできていて小さな傷をつけると2、3日で回復してさらに強く、大きくなるんだステロイドを体内に入れると、あるホルモンに代わって筋肉を回復させる速度が倍になるんだ だから同じ時間でも圧倒的に筋肉量が増えるんだでもテストステロンを取りすぎちゃうから体の中は取り返しのつかないことが起こるんだニキビが増えるし大切な部分が小さくなるしやたら攻撃的になるんだほらほら落ち着けよアーノルドとりあえず体が大きくなったからいいじゃないか君みたいな怠け者にはぴったりの方法だよ 何しろステロイドは運動しなくても体を大きくすることができるんだからねまあテストステロンを取りすぎると性欲が高まるんだでもっと体を鍛えて注目を集めたくなるぬっはおいアーノルドちょっといい加減にしろってとりあえずマッチングアプリに写真でもアップしとけよかったじゃないかマッチしたよどうやら君と彼女には共通点がたくさんあるね 最初のデートだ気合い入れていけよいいじゃないか彼女に気に入られたみたいだよおはようアナルド昨日はお楽しみだったようだねおや何を怖がってるんだああテストステロンはね実は女性にも効くんだ顔にはヒゲが生えるし声だって低くて男っぽいものになったよああ急に走ったりしたらダメだ 君の心臓は前と違ってかなり弱ってるよだから心臓発作を起こしやすくなってるんだ、うん、しかもこれだけじゃないんだテストスロンを止めたって元通りにはならないんだよブクブク太るし精神的にも不安定になるんだって要するに始める前より君の状態は悪化したってことさ、うん、<laughs> ふぅ